まあ、人道支援でしたり、まあ、開発援助、まあ、いろんな国際協力、いろんな言い方あると思うんですけど、私自身はこう人道支援のこうプロフェッショナルを目指して今、まあ、何年かやってきてますの。大きく言うと一つは津幡町出身の七条隆さん45歳、2011年から青年海外協力隊員としてルワンダやスーダンなどを支援してきました。今年2月からスーダンに渡り、認定 NPO 法人ロシナンテスの一員として給水施設の整備や学校や病院に照明器具を提供する準備を進めていました。なんて言いますか、いわゆる砂漠あるいはまあ岩漠の国ですので、地域の人々にとってはこう十分な水がない。そのロバの背中にこうタンク、まあ、桶のようなものをこう2つ4つと、積んで、まあ、それを子どもたちが引っ張りながら、あるいはこう後ろに乗りながらこう運んでいくという光景をよく目にする光景です。そういったエリアがもちろんありますので、そういったところでこう生活の改善も含めて事業を展開しているというふうにご理解いただければと思います。しかしスーダンで正規軍と準軍事組織の戦闘が激化し、日本へ帰国しました。本当に外務省、自衛隊、防衛省、あとは JICA ですとか大使館の皆様に本当に感謝しておりますけれども、私たちは本当にただ逃げて帰ってきただけで、何かをこう成し遂げたわけではありませんので、またスーダンの人々と一緒にこう作り上げていくというところでは何もできていないことのこう無念感が今一番感じていることといいますか。今回は帰国しましたが、今後もスーダンへの遠隔の支援を続け、スーダンに戻ることを希望しています。私の分のバス運賃を知らない誰かが払ってくださっているということが何回かありまして、お前は外国人だから、これがスーダンだから気にするなというふうに言っていただいて、こう皆さんの共通認識として、まあ、外国人をもてなそうといいますか、そういう気持ちがすごく感じることが多かったので、私はスーダンに興味を持って、スーダンが好きになって、スーダンの人々を好きになって、その人たちと一緒に生活をしていこうと決めたので、そこではそのスーダンの人たちと一緒にこう、まあ、より良い未来を作っていくプロになりたいと、スーダンに戻ることが一番の希望ですね。